ホーム、ミノワ駅は、東京都台東区ミノワ2丁目にある、東京地下鉄日比谷線の駅である。駅番号は、H20、台東区西北端の駅である。過去に、銀座線が、浅草駅から東駅まで延伸する構想があり、同区間のルートについて、都市計画決定が行われているが、運輸政策審議会等審における延伸構想は1985年に、 削除されている。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。南千住川はトンネル高校が近距離にあるため、冬場のホーム気温は外気温とほぼ変わらない。1991年にホームの壁や床などの改装工事を行ってから20年が経っているが、通路などの老朽化が著しくなっている。3番出入り口は2011年にリニューアルされた。 バリアフリー設備として、北側改札口に車椅子専用の昇降機及び、南側改札口と各ホームを連絡するエレベーターは設置されているものの、エスカレーターは設置されていないため、利用者には負担を強いる構造となっている。入リ屋寄りの 1A1 ビット番で入り口は中目黒方面ホーム、2番で入り口は北千住方面ホームへの改札口のみ接続している。そのため、 反対側のホームに移動するためには、改札内では、ホームの南千住寄りにある3番出入り口に、接続する改札口への階段を迂回するか、改札外では、中目黒寄りの地上部にある歩道橋を渡る必要がある。1A1 ビット版出入り口側の改札口と、地上との間にはエレベーターが設置されている。地上部は、駅前のマンションに直結している。 二番出入り口側の改札口と地上との間を結ぶエレベーターも設置工事が終了し2012年6月30日より使用できるようになった。2020年2月7日よりスイッチ制作の発射メロディを使用している。曲は一番線がタイムマシン、二番線が星祭りである。2020年度の1日平均乗降人員は32,927人である。 11月の鳥の市がある日は、和紙神社への参拝客で、中目黒より改札が混雑する。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通りである。駅前は交差点になっており、付近には JR 常磐線の高架がある。周辺は、商店街やスーパーマーケットが立地し、2000年代以降は、マンションなどの建設も盛んである。美輪駅前。 ありがとうございます。